ちょっと工事の音が入っちゃってるな。これはイソップのリボリンスハンドバーム。木の根っこの匂いがします。ひじりです。こんにちは、インディビングです。今日は7月の買ってよかったものを紹介していきたいと思います。ちょっと工事が本格的になってきてうるさいかもしれないんですけど、気にしないでください。暑い。まず一つ目はこちら。これはサンバリア100の2段折りコンパクト、コンパクト無地の日傘です。こういう感じで使う。結構大きいですね。私はこれを日傘としてだけではなくて雨傘としても使ってしまっています。 3,4 年前ぐらいに確か日傘を使っていたと思うんですけど、そういえばと思い出してまた買いました。日傘ってそうそう壊れるものでもないし、まあ、置いてきちゃうこともないので、まあ、買い替えないかなと思ってこのすごくいい日傘を買いました。日傘といえばサンバリアというふうに言われているみたいですね。でも確かにこの傘を差すのと差さないのでは全然体感が違います。夏になって博士の野草を取りに行ったりするんですけど、やっぱり髪が黒いのですごく熱を持ってしまうんですよね。でちょっと何回か熱中症というか頭にこうガンとくる感じがあったので、これはまずいと思ってちゃんと日傘を差すようになりました。あ、窓開けるの忘れてた。次、二つ目は無印良品のゴロネマットです。こちら、これこれはこう紐で縛ってあるんですけど、こういう感じで伝わるかな、サイズ感がこのぐらいに広がるマットです。これすごく便利なんですよ。このぐらい、はい、あ、ここなら見えるかな。こういう感じでこうお昼寝用のマットです。寝室というかベッドには夜寝る時だけ寝っ転がりたいなと思って、その方が寝つきが良くなるって言うじゃないですか。なのでお昼寝は別のところでしようかなと思いまして、でやっぱり畳のお部屋があるのでお昼寝するなら畳の部屋でしょと思って、でとりあえず何にもなしでお昼寝をしてみたんですけど、やっぱり骨盤とかが痛くなるんですね。なのでやっぱり何か敷いた方がいいなということでゴロネマットを導入しました。これがサイズがやっぱり小さめなんですけど、その小ささが逆にというかお布団とかだとガチ寝をしてしまうんですけど、このゴロネマットはちょうどいい、ちょうどいいんですよね。人をダメにするソファーとかも考えたんですけど、あれだとやっぱりダメになりすぎてしまうし、お布団だとしっかり寝てしまうしっていうところで、このゴロネマットはすごくちょうどいいなと思います。ゴロネマットって私のイメージだと赤ちゃんが使うようなイメージがあったんですけど、全然そんなことないですね。大人にもいいです。はい、次はこちら。これは白髪ネギカッターです。下村工業かな
の白髪ネギカッターです。これは名前の通り白髪ネギを作るためのカッターなんですけど、これすごく便利です。これを使って白髪ネギを作ってみたら、今まで作っていた私のやつは白髪ネギじゃなかったと思いました。短冊切りネギぐらいだったなと思いました。すごい、本当に一瞬で白髪ネギができます。これを買ってから、まあ、毎日暑いのでさっぱりしたものが食べたくて、豚バラをこう湯がいて白髪ネギをこう1本分どっさり乗せてポン酢で食べるっていうのをやっています。そればっかり食べて、あとお蕎麦、これのいいところが、普通にこうシャー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 ってやっていくとやっぱりここに詰まるんですよ。なんていうんですかね、目詰まりするんですけど、これはその目詰まりした時にこうやってやるこのパーツがついていて、これがまた使いやすいんですよね。手でこうやると危ないじゃないですか、カッターだから。だからこれがついていることで危なくなく手を怪我せず白髪ネギが取れる、便利。なんか久しぶりに喋ったらなんか文章がめちゃくちゃになってしまった。あと見た目もいいですね、ネギっぽい白と緑で、多分ネギを意識してると思うんですけど、すごくネギっぽいです。おすすめ。そして次はこちら、これは 3COINS のシリコンたわしです。これ何個入りだったか忘れちゃったんですけど、2つかな。これが便利です。これは今私このキッチンで普通のスポンジ、あのふわふわのスポンジは捨ててもう使っていなくて、全部これで洗っています。洗うといっても食洗機がメインになったので、手洗いするっていうことはほとんどなくて、で食洗機で洗う上でやっぱりカレーとかあと油っこいものっていうのは予洗いが必要になってくるんですね。なんかミートソースとかお皿にこうベタベタつくようなものは予洗いが必要になってくるんですけど、その時にこのシリコンたわしがすごく便利で、これでこうお皿を撫でて、でこれを水でちょっと洗って、これも食洗機に入れられちゃうという。でこのシリコンなので匂いもつかないし色もつかないし、で耐熱温度が確か100度くらいあるんですよね。だから熱湯も大丈夫で乾燥も大丈夫という、すごいんですよシリコンたわし。まあでもこれで食洗機なしで全ての食器を洗おうと思うときついと思います。やっぱり洗いやすさ的には普通のスポンジの方が上なので、全部洗うには向かないけど予洗いとか、あと私はこれでシンクもバーって洗っちゃっています。予洗いのためこう予洗いして、その後シンクをバーって洗って、で食洗機に入れるっていう、これ毎日シンクを洗うことができているので、すごく清潔に保てているんじゃないかなと思います。うん、こんなものが 3COINS で買えるなんて、おすすめ。伝わったかな。はい、次は吊り下げラック、まな板ホルダー、そうだ。はい、次はこちらです。これはRS ハンガースタジオの吊り下げラックまな板ホルダーです。取り外すと、はい、こういう感じになっています。まな板が2枚乗せられて、かけるところが3つついています。でこれどうなっているかというと、上の吊り棚に引っ掛ける感じです。でここにはあのキッチンペーパーとか布巾とかそういうものをかけられます。こういう感じで
うん、便利。はい、このハンガーがちょっと高かったんですよね。だから買うかどうかすごく迷ったんですけど、買ってみたら本当にお値段以上だなと思いました。作りがすごくしっかりしているから安定感もあって、で使い勝手がいいですね。まな板を置くだけじゃなくて他にもいろんな使い方ができると思います。3本棒が出ているので、あそこにコップをかけて乾かしたりとかいろいろできると思います。私はまな板をかけたかったのでまな板ホルダーを買ったんですけど、他にもいろいろありました。あのラップホルダーとかあったので、まあ、好きな必要なものを選ぶといいと思います。はい、次、はい、次はこちら。これはダイコーの小型シーリングライトです。これはこの家に来た時から合うなと思って探していたんですけど、スズラン型のランプです。可愛いんですよ。ほら、下から見ると丸い電球が見えて、外側は花びらみたいになっていて、いや可愛いです。上の金色のところも高級感があっていいと思います。ちなみに電気をつけるとこういう感じです。いやなんか伝わらないとは思うんですけど、すごくあったかい光です。金色というかオレンジというか電球色っていうイメージする色そのものです。はい、ちょっとおばあちゃん家にある電球ライトっていうイメージかなと思うんですけど、ちょっとレトロチックなお家には合うんじゃないかなと思います。本当は玄関でつけたかったんですけど、届いてつけようとしてみたら玄関のあのなんだろう設置するところに合わなくて、規格がで諦めてリビングの方につけました。でも雰囲気に合っているので良かったかなと思います。はい、次、最後はこちら。これはトラスコのコマワリくんという台車ですね。あの宅配の方とかが使っているのを見たことがあると思うんですけど、あの台車です。これは引っ越しの際に荷物を運ぶのが、まあ、重たくて大変だったので購入したんですけど、これがすごく便利でした。でこれ折りたたみができるんですよ。こういう感じ ですごく小さくなります。100キロまで乗せられるので、まあ、大体のものかどうかわからないですけど、重たいなと思ったものは何でも乗せられます。で家具だけじゃなくて日常生活で重たいものを持たなきゃいけない機会って結構あると思うんですよ。箱に入った水とかお米とか、まあ、いろいろ収納してあるボックスとか、そういうものを運ぶときにこれがあるとすごく便利です。家の中もコロコロできるので、よいしょ。あと大きい植木鉢とかの移動にも便利です。これは女性はぜひ買ってほしいですね。荷物を下に捨てに行くのとかも結構重たかったりするじゃないですか。そういう時にすごく役立ちます。これ本当に買ってよかった、こまわりくん。あ、名前が可愛い名前もいいですよね、こまわりくんっていう。台車なんて自分で買うことないだろうなと思っていたんですけど、早く買えばよかったなと思いました。一通り運んじゃうとあんまり出番がなくなっちゃうので、早く使いたいなっていう気持ちになります。楽しい。普段は折りたたんでこういう、収納に入れています。本当に小さいから楽々収納できます。座った私と比べてこのぐらいです。よいしょ。はい、ということで今回は
7月の買ってよかったものの紹介でした。それでは